演舞開演。どうも皆さん、もうすぐ年末年始、普段は会えない人と会うことも大勢で集まることも多いのではないでしょうか。そういう場だと盛り上がるものがどうしても欲しくなりますが、なんだか盛り上がりそうなものが手に入りました。それがこちら、俳声ゲームで俳句大人俳句部、つまり俳句を作るゲームというわけですね。といっても、まあ、こういうゲームではないですけど、中身はこういう感じで、なんか本格的な紙とかカードに説明書、さらに俳句の作り方のコツまで書いてありますね。本来なら複数人で集まって、このカードのお題や助詞などを使って俳句を作り、その点数を付け合って楽しむというものなのですが、まあ見てわかる通り、ここには自分一人しかいませんので、せっかくですので自分で俳句を作ってみたいと思います。これで採点し、これで点をつける、こちらで書いて披露するというわけですね。本来であれば、ではここにあるカード、ここにあるカードを1枚1枚を引いていって、そのお題をそれを作っていくというわけですね。このような順番で出てきました。ではまず七葉のいずれかを、七葉なだれてもな、なんとかなりを、では一句読みましょう。七葉なだれ、火曜日になだれおっても 無傷なり。なんかいまいちですね。でもこれからこういう風に毎日毎日やっていって、そういった感性も磨いていきたいと思います。何かいい俳句がありましたり、俳句の採点をしたい方はコメントからお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。